五条亀栄は、幕末の公家、明治期の陸軍軍人、内政官僚、政治家。陸軍少将、元老院議官、貴族院死者区議員、近景官志向。山城国安田ゴ軍上行第22区栄町、五門内西戸の町角屋敷で、県中納言、五条亀定めの息子として生まれる。安政2年3月に元服し、昇殿を許された。 安政五年停心十八強烈三次元に加わった。その後、大学頭、自重、文章博士を歴任。文久四年に入り、同年二月の源氏の元号を官望した。源氏元年七月十九日の禁門の変では、長州藩側として動き、三照停止となった。慶応三年一月に許され、同年十一月二十日三余助役に就任。とば、 伏見の戦いが起こり、慶応4年に1月4日、近畿奉行となる。その後、中国四国追悼四福た田,田氏に任じられ、同年1月28日まで従軍。同年2月20日参与、警報事務局兼タスクに就任。以後、軍務官兵学校奉行条約、三島陸軍省を歴任。明治2年6月2日母親の先考により、焦点六五十国を衛生化しされた。 同年7月22日陸軍少将に任じられた。以後、自治重、自重、東京府十島出資、山形県第一大区区長、同西条軍長、同東村山軍長、元老院純総任官御用係などを歴任。1884年7月8日、死釈を助釈元老院初期官を務め、1888年6月7日、元老院議官となり、 その1890年10月20日の廃止まで在任し、非職、同日、金慶官志向を仰せつけられる。同年7月10日、貴族院死者区議員に当選し、死去するまで在任した。ありがとうございます。